こんばんは、奥松宗男チャンネルでございます。いやー、暑い日が続きますね。なんかね、もう本当に35度以上の日がね、また今日も35度以上かとかね、で、ね、40度近くになるところもね、あるわけだから、39.7 度とかね、39.6 度とか、いやーこれはなんかね、全世界的に非常にこうね、環境が変わったっていうのか、気候が変わったっていうのか、やっぱりね、こう、排気ガスっていうんですかね、いろいろと、なんていうのかな、この相当ね、やっぱり、この気温の問題はね、もうずっと以前からやってますよね。あれ、京都でね、行われた京都議定書、あれからもう何十年経つんですかね。でもなかなかね、やっぱりああいうこうね、世界の方が集まっていろいろ取り決めしても、取り決めしただけではなかなか進まないですね。やっぱりみんなね、こうね、自分の国をどうするかっていうことがどうしてもね、こう先に立っちゃうから、だからこういうこと本当に難しいね。やっぱりね、こう先進国、大体ね、こう先進国ですよね、大体20カ国くらいがね、やっぱりこの気候温暖に相当、なんていうのかな、こう、影響を及ぼしてるわけですよね。じゃあね、この、先進国の20カ国がね、やっぱり集まって話を、したとしてもね、本当にね、足並み揃うかしたら、これ揃わないよね。ロシアとね、ウクライナの戦争を見てもね、とにかく非常にこう理不尽なことがね、平気で行われてるわけだから、この地球環境でも何とかしないと、これ地球上でね、人間が心地よく暮らせなくなっちゃうよね。だからなんかね、こう何でもそうですけど、選挙なんかもそうだよね。やっぱりこう投票に行かなくちゃね、やっぱり物事は変わんないんだけど、俺が行ったところで変わるわけないとかね、私が行ったところで変わるわけないとかね、やっぱりね、こういう意識が一番良くないよね。やっぱりみんな一票一票の積み重ねだからね、みんなそういう意識になっちゃったら投票率ゼロになっちゃうわけだよね。当事者だけは選挙に行くかもしれないけど、基本的にはもう 0% に限りなく近くなっちゃうわけですよね。だからやっぱり物事はね、やっぱりね、一人一人のね、積み重ねだから、やっぱりこう一人一人の自覚っていうんですかね、これが大事ですよね。でもじゃあどうしたら自覚がこうね、上がっていくかっていうとね、やっぱり教育ですかね。だからこの教育の問題が非常にこうなんかね、こう影響してるよね。日本なんかもね、本当に時代が変わってきて、今の時代にね、やっぱり必要な、教育がどこまでされてるかっていう、やっぱりそういうところをね、よく
世の中の実態を知らなくて、やっぱりね、こういろんな実態からいろんな数字が上がってくるわけだけど、その数字だけでね、いくら的確に判断したところでね、やっぱり物事はね、動きそうで動かないからね。まあ毎日暑い暑いっていうこのなんか猛暑からね、もう猛暑を取り越しちゃってるよね。まあなんか、少しでもね、心地よく過ごせる気候になっていけばいいなというふうに、まあ個人的には思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。